こんばんは。やすさん、こんばんは。ゾンデさん、こんばんは。マキージー、こんばんは。かげちゃん、こんばんは。こんばんは。誰やろ。こんばんは、皆さん。体調は。どうなの？あ、でも喋れます。こんばんは。目、こんばんは。あ、皆さん、そう、プレゼントを受け取りました、ありがとうございますっていうことです。あと、なかなか特典会が多分ちゃんと出られるのもまだまだちょっと先になりそうなので、配信でちょっとお話しさせてくださいという感じで配信をしています。だから何、結構いけそうな時は結構配信したいなと思っています。アイコン変えました、コピーです。どうもコピーさん、こんばんは。あれね、動画のやつ言ってくださってありがとうございます。そう、あ、キティちゃん飛んどる。ここはニキビができました。こんばんは。困ったかさん、こんばんは。あ、目治りました、なんとか。なんかちょっと痛い。全然もう見た目はもう完璧に治りました。こんばんは。サッチャにしては、あ、これファンの方からいただきました。これもほのぴと。このピと色違い、部屋着です。部屋着、なんか上に羽織るみたいな。今日はパーカです。 どうも。明日行く、待ってるね。ちょっとなかなかお話できないかもしれないですけど、ジバンシーのリップ、ありがとうございます。こちら、いや、めっちゃ可愛くて、もう、いや、ワイヤーつけていいかと思う。うん、見て、めっちゃキラキラしとるし。やばくない？いや、もうつけれんのやけど、こんなの。いや、もうなんか見るだけで。あ、でも、いつかはつけます、ちゃんと。ありがとう。こんばんは、かわいすぎる。ありがとうございます、かりんちゃん。こてつさん、こんばんは。今日は収録ってか、お仕事、そうです。お疲れ様です。そして、ギターレッスンも行ってまいりました。あと、これもね。あと、これファン、ね、息子にもさあちゃんだからね。これ、このポンプ入れてくれてるの、マジす、もう、気が利きすぎてびっくりした。ありがとうございます。服かわいいですよね。ほのぴーと色違いです。あ、控えめなハナゲさん、こんばんは。愛媛にいます、ゆなさん。さっちゃん、ありがとう。こじさん、ありがとうございます。あと、そうや、色紙を見ました。ありがとうございます。なんか、上げ方が難しくてボロボロになってしまった。前髪切りました、昨日。しかもなんか一つくくりにするとパッツンが目立つな。まあ、いいか。こんばんは。ありがとうございます。これお肌、ちょっと加工されてます。キティちゃんで。エアでゆっくり戻っておいて、ありがとうございます。2020年もさくらちゃんの感想、マジマジ、りえちゃん、ありがとうございます。また会えるの楽しみにしてます。触覚、みんなやっぱどう、ポニーテが好き。亀が前の感じ戻りつつあるのかな。あー、でもなんか、ここら、なんていうの、
ちょっと短く愛媛で切ってもらったけんね、ちょっとナスさんに切っていただいたのとはちょっとなんか違う感じにはなったかも。だからまたナスさんのとこで切っていただきたいけど、なかなかねないよね。アスポンこんばんは。明日来てくれるんよね、アスポン。桜や久保田さんこんばんは。こんばんは。てっちゃモンスターさん、桜ちゃん責任感強いから心配。そう、なんかそれ結構言われる、なんか完璧主義やからって。なんか自分ではそんなつもりないけどな、あんまり。でもめっちゃ言われます、友達からも、あと、まあ、あの事務所の方からも言われた。ストーリー載せたのはリップなんですよ。これなんか、わからん、リップですよね。もうめっちゃもうやばい。黒リップがずっと欲しいって言ってたんで嬉しい。でもなんかこれを塗ったらちょっと黒くなるみたいな感じのやつなのかわからん。どういう、あれ、おしゃれすぎてやばい。かわいい。ありがとうございます。アスポンの方が可愛いです。アスポン今回もあの新幹線で書いたってあの手紙に書いてましたけども、いつもと変わらず字が綺麗でした。顔半分じゃなくて嬉しいです。ありがとうございます。ほなちゃんと色違いいいでしょ。あったかいよ、風邪ひかないように。ありがとうございます。今日もすごい短いです。ありがとうございます。明日行きます、待ってます。ストーリーになってたリップかわいそれな、かわいすぎる。うちも見るだけで幸せよ。明日ファミリーですね、バイバイ。限定のやつもう全然わからんないけど、そういつか付き合う絶対。さくらちゃん似合うリップマジ